皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡くんです。はい、ボンド大阪岡です。お願いします。久しぶりの紹介ですけど、久しぶり、何以来ですかね。ゴースト以来かな。ああそうですね、ゴースト以来、はいはい。そして今回紹介する車がこちら。はい、またやってまいりました、ゲレンデ。はい、ゲレンデ。もうボンドグループ全体でも、はい、ものすごい台数。はい、もうまあゲレンデはそれだけ人気ということで紹介してますけれども、はいはい、まだあるんですね。まだある。はい、こういじり方が、ま、そう、まだあります、はい、やっぱ無限です、はい、そして今回紹介するのがこちら、はい、なんとロリンザーの、はい、一応まあ全部させてもらって、日本1号車の G63 のロリンザーということで、外装コンプリートカーということ で、こんなのをご紹介させていただきたいと思います、はい。でまずカスタマイズのポイントとしては、はい、いっぱいやったんで、とりあえずどれからいったらいいですかねそういう感じなんですねそう、はい、じゃあもうボンネットからいきましょうか、はいはい。これがロリンザーのボンネット、はい、ボンネットの、はい、乗せるタイプ。そうですね、ブラバスとか、アーバンとかと同じ、はい。ゲレンデ意外とあれですよね、交換までするのってあんま聞かないですよね。マンソリーが唯一交換かな。あ、交換ですかね。あとトップカーなんかも確か交換じゃなかったかな、はいはい。じゃあ意外と多いですね。いやでも多分その2つぐらい で、うん、でロリンザーはそのアドオンのつけるタイプの。そうですね、はい。なるほど。結構なんかロリンザーも最近フルバンってなくなってきてるんですよね、222の後期ぐらいから。まあ言ったらこう、まあ、今の車はすごいセンサー類がすごい多くなったんで、まあ、ちょっとフルバンだとエラーも出やすいしということで、今アドオンタイプにちょっとなってきてて、まあ、あとは純正デザインがすごい優れてるっていう点はありますよね。じゃあちょっとニュアンスを変えるぐらいで。そうですね、はい、まあでもインパクトはすごいと思います。でこれまた他のメーカーにないデザイン、はい、そうなんですよ。ここにこう、まあ、ダクト穴開いてないんですけど、スリットが入って横にもこうダクト形状になってて。ここにもあるんね。そうなんですよ。で、まあ、ロリンザーのエンブレムもついて。でこれも前に傾斜するデザイン。こうそうですね、前に。でも途中まで浮いてますもん、この辺ぐらい、うん、この辺までは上がってて、ここから下がってる、下がってる感じ。ちょっと本当に他にないデザイン、はい、そうなんですよ。なかなかもうフルでやるんやったら絶対ね、これは外せないなっていう。なるほど、はい。確かに名古屋店の飯村店長も言ってましたけど、やっぱりコンプリートかって言ったら、はい、ボンネット設定があればボンネットは入れたい。入れたいですね、はい、やっぱり特別感出るし、車のこの前回りのシルエットが変わるんで、うん、もうあったら絶対入れた方がいい。あるのとないのじゃね、やっぱりこうこっちがボリュームすごい持たせるメーカーさんが多いんで、やっぱこっちボリューム出ると上が寂しくなっちゃうんで。なるほど。でロリンザーブラバスとかアーバーみたいなライトがないんですよね、設定が。この辺ですね。そう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 、この上のところ。だからそれこそボンネットで結構インパクトあった方がっていうのは、全体的なバランスが取れる、はい、かっこいいかなと思います、はい。でラインもちょっとこの後バンパーなんか紹介していきますけど、はい、全体的にちょっとボリュームを増してるというか、うんうん、そして穏やかなんですよね、はい、意外と穏やか、うん、穏やか。なんかマンソリーみたいにこうシュッてしてる感じじゃなくて。あ確かにね、全部のラインがこう柔らかい。そう、結構こういうボディの純正の R になんか合ってるような感じはします。このフィン一つ取ってもだからこうラインが全部柔らかいんですよね。こうシュッシュッシュッって感じじゃなくて、この角とかこのダクトなんかもあんまりとんがってないというか。そうなんですよね。結構、まあ、やりすぎかなって最初画像を見ながら思ったんですけど、やっぱりまあコンプリートだったらこんだけつけた方がバランスも取れるしと。インパクトがすごい、はい、こんなボンネットがついてるそうです。であとは前回りでいくと、はい、前回りでいうとバンパーも変わってます。なんでここがフロントバンパーのアドオンタイプ。アドオンなんで純正バンパーの上からかぶせてる感じなんですけど、この部分が後付けされてるってことですね。はい、かぶってる感じで。なるほど、はい。でこことあと真ん中。あなるほどなるほど。ここですね、まあ、僕らが結構アンダーガードとかいうところ、はい。結構ここのデザインもボンネットの、ね、ダクトのところとよく似てるんで。確かに、はい、5本のこの支柱というか。そうですね、はい、こうちょっと入って、まあスポーティーにも見えるし、はい、迫力も増すしっていうところで。この辺は老舗チューナーらしい。そうですね、はいはい、やっぱりかっこいい感じが。で
あとまあレンズ類はもう全部あの、まあ、定番のナイトパッケージ、定番って高いですけど高いですけど、これやるのとやらないのでは全然違います。確かにこのマットのボディカラーとこの感じのエアロだと、はい、やっぱりこの辺は引き締まってた、もうそうですね、やっぱりこうヘッドライトメッキの方が似合う、ね、あの作り方もあるんですけど、今回の仕様だったらまあ黒かな。なるほど、はい、じゃこの辺もしっかり変えてあると。そうです、ここも変えて、であとここのフィンはこれペイントさせてもらって、この縦ラインだけ、はい、そうです、グロスのブラックで、ここだけグロスブラックで塗ってあると。はい、で、あとこれですね、あのクレストエンブレム、ロリンザーの、これが普通できません。あ、設定ないの？ない、あのエッセンか何かでお披露目した時のはなってたんですけど、エラー出てるらしくて。ブログに書いてありました。そう、ディストロニックの、結局この中にディストロニック の, その前の状況を見てるセンサーがあるんで、はい、触っちゃうと。そうなんですよ、ちゃんと作動しなくなる。で、もういろ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 、もういろんな業者さんに手伝ってもらって、純正のベースを加工してラッピング1回グロスブラック貼って、このステッカー作って、このステッカーもこれめちゃめちゃ抜くの大変だったんですけど、これすごいね、タイヤの跡、だからここをステッカー抜いてもらって貼って、上からプロテクション貼って、だからその ステッカーというかラッピング関係だったら、まあ分厚さにもよると思うんですけど、とりあえずエラーも出てなくて、はい、でここのこれももともと3ポインテッドこうついてたんで、それ切り落としてここ埋めて。あ、なるほど、はい、ブラバスとかみたいに交換だけだったらすごい楽なんですけど、ブラバスも車種によってはやっぱりエラー出ちゃう。そうですね、出るやつステッカーになってるんですよね。そうなんですよね、はい、結構 V クラスとかなんかエラー出るって言ってましたし、はい、なんでその辺がしっかり機能するように。そう、だからもうこれは絶対やりたくて、写真載ってるのにできないって言われた時に嘘でしょって思ったんですけど、いわばこう本国を超えちゃってる。そうそうそうもうね、ちょっと後でまあ言うんですけど、そのやっぱりコンプリートカーってなると、まあ、最近はないですけど、昔ってカールソンとかロリンザーとかのコンプリートカーって車検証の名前がカールソンとかロリンザーだったんですよ。やっぱりなんかそれちょっと憧れるじゃないですか。でその場合って言ったら、ベンツマークを使っちゃダメなんですよね。テックアートも一緒じゃないですか。テックアートって絶対ポルシェマークを使わないじゃないですか、うんうんうん、それと同じで、コンプリートカーだったら僕はもうベンツのマークなくそうと思って、もう全部ロリンザーに、はい、ドイツチューナーはその自動車メーカー名乗れるそのライセンスというか持ってるところも結構あるので、はい、まあ、その辺が、そう、そこをちょっと今回はロリンザーにしようと思って。なるほど、はい、じゃあ徹底的にここはやってる。ここも、はい、すっごい手間かかりました。確かにショーカーなんかだと、はい、こう結構こう無理してやってあって、はい、いや実はそれできないんですよ、市販されてないんですよなんて、はい、珍しくないですけど、そう、今回はなんと不可能を可能にしたという、はい、ちゃんとこれはね、せっかくディストロニック使えるんだったらエラー出るのも嫌です。確かに、はい、いくらかっこよくても機能が使えないのちょっと微妙なんで、そう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 、この辺がこだわりのポイントとして、ね、確かになんかカーショー飾ってあっても走れないとか結構多いんで、それはなって。なるほど、はい、ちゃんと使えるようにしてます。そしてあとは全体的にはこれラッピング、プロテクションかを、はい、ロリンザーのボンネットとかバンパーとかに合わせてワンオフで作ってもらって。そうだよね、はい、この形のデータないんで、だからこれも全部ね、はい、データ作ってもらって、はい、でこれも絶妙にところどころこう2ピースにしたりとかで、そう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 、はい、もう結構凹凸が激しいんで、やっぱりなんか後々浮いてきたりがあるんで、はい、もうこういうところも全部貼ってあるという、はい、全部貼らさせてもらって。やっぱりもともとマットだと手入れも大変だったりとか。そうですね、やっぱプロテクション貼ってると安心感も違いますし、それが今回全面に、はい、フロントフルですね。前面じゃない、はい、フロントフルとガラスと、はいはい、今回はもう一回見えて、はい、で今回はこれが前回りと前回りとガラス、あ、ガラスミラーですね。あ、なるほど、はい、じゃあポイントを押さえて。そうですね、はい、まあ、ゲレンデだったら前ぐらいでいけるかなって。確かにこの形なんで、はい、シルエットそうそうそう、前しか当たらないんで、フェンダーが出てたりとかっていうのもない。そうそうそう、リアフェンダーもポルシェとか、ね、スーパーカーだとストーンガード入ってますけど、まあ幅普通のゲレンデと変わらないんで、はい、なるほど、こんな感じで使いやすい加工もしてあるみたいです。はい、じゃあ続いて足元を、はい、ホイールやってまいりました、AL30 AL30
でこれがもうすごいと思ったのは、はい、この柔らかいデザインのエアロに、はい、このギャップメリハリもうねやっぱりなんかここまで例えばじゃあちょっと丸みを帯びたデザイン結構まあ最近多いじゃないですかちょっとこう単造ホイールやけどちょっとこう曲面を意識したデザインとかもあるんですけど逆にそこをちょっと狙ったというかボディがこうちょっと丸みを帯びた感じなんで足元はちょっとシャープに、はい、足元の際立ってる感じがそうロリンザーの純正ホイールもどっちかっていうとこう柔らかいですねそうですね、まあ、あっちの方がそのまとまりはすごいいいんですけどもうやっぱりまあね岡がいつもやるこうチューナーコンプリートボディキットにアメタンホイールっていうのが、はい、やっぱりなんかホイールは結構個性出せるとこなんでそこでちょっと入れさせてもらいましたなるほど、はい、そしてフィニッシュがまたこれちょっと素材感が透けてる、はい、ちょっとポリッシュ感が残ってるそうですねポリッシュドグロススモークはいもうちょっと端光当たるとすごいギラギラ感出ますしだ全体的にはちょっと黒っぽいんで、うん、そうですね、はい、復帰のホイールみたいなこう、はい、感じはなくもういやフルポリもちょっと考えたんですけどフルポリもやばいねこれそう、はい、フルポリも一回考えたんですけどなんかもう戦車みたいに、ね、したいなっていうのもあってなるほど でもちょっとおしゃれ感は残したくて、はい、全体的に暗めのトーンでこのデザインホイールになってる、はい、でまたエール13結構新生というか割とうちでも新しめに取り扱わせていただいているブランドなんですけれども、はい、このえぐりが本当に12とか ADV1 に負けないというかむしろ超えちゃってるようなそうなかなか、ね何やろしっかりしっかりしてるというかで、まあ、まだね今年のセマの時に、ね、ちょっとこう工場見に行くんですけどまあ今まで見てる感じでは結構物もいいなっていうところで、はい、でこの攻めたデザインもうセンターキャップなんかわけわかんないことになってますねこれいやこれねこれ中フォージドカーボンなんですよこの中そうなんだ頼んでないのにフォージドカーボンできたんですよ あそうなんだそういや元々グロスブラックにしてたんですよね、うんうん、ここグロスブラック中にして 3D センターキャップだったんですけどなんかフォージドカーボン届いていやちょっと直してもらおうかなと思ったんですけどなんかつけてみたらなんかアクセントにいいなと思ってちょっとここだけこのままなるほど、はい、そしてこれサイズ的には24インチなるほど、はい、でかいでかいもうでかいタイヤもいつものベルデステインでただエアロでこうボリュームアップされてるんでちゃんと24でこうそうですねペラペラ感はあんまりないかなっていう、はい、結構まあ、やっぱ、ね、24このデザインだとかなり大きく見えるんでやっぱりそこはサイズは何やろご飯食べてないから今全然もう、はい、頭が全然まとまってなかった、はい、しゃべり出したんですけどそしてあとはキャリパーもしっかり、はい、キャリパーもコンプリとかロリンザー、はい、ロゴ入れてロリンザーのロゴも、白やと目立ちすぎるんでシルバーにしましたなるほど、はいしっかりキャリパーもやってはいここも変えてますそしてこれ車高は下がってる車高はみんな大好き IID さんの、はい、なるほどじゃあ適度にダウンスプリング30ミリダウンです、はい、でもこれがねなんか乗り心地も全然苦じゃない苦じゃないというかそうそうそう評判がすごくいいそう普通に落としてるかどうか分かんないです乗り降りするまで分かんないですなるほど、はい、しっかりローダウンもされてるそうですローダウンあと横はもう定番と言うべきこの、はい、そう黒くなってたりとかここそう黒くなってるんですけどこれ塗ってますラッピングじゃなくてやっぱり、はい、ちょっとツヤ感がやっぱりステッカーと違いますう、はい、もうこちらのお客さんラッピングよりはもう塗れるところは全部塗るって感じで、はい、だからもう塗ってプロテクションを貼って、はい、あそうなんだそうですだから耐久性なんかも問題ないなだからもうだからガンガン踏んでもらっても大丈夫なように、はい、なるほどそのようなここも塗ってで、電動ステップもつけて、はい、こちらですね、はい電動のサイドステップがついて、はい、サイドステップつけてちょっと出してみましょうかドアの開閉に連動してこんな感じで出てくると、はい、これが今、はい、問い合わせが殺到しててはいもうね、はい、物が来ないです、まあ、やっと来たと思ったらもう取り付けの予定見たらステップ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 っていつ付けようってなるそのぐらい売れてるというそうなんですでこれ今回は、はい、
こう63でここマフラーがあるんでショートタイプですけど、はい、そう、あのショートタイプの方になってて、でこのマフラーね、ロリンザーです。なるほど、はい、これがそう、ロリンザーに変えて、ちゃんとまあロリンザーも片側2本ずつの4本出しなんで、このショートタイプ使って、うん、ちゃんとこの横出しと、はい、横出しのマフラーとステップが両立できてる。そうです。でマフラーはあのもちろん E マーク付きで、で、ブラバスと一緒で純正のバルブ移植なんです。あ、そうなんだ。だから結構リモコン後付け嫌だとか言う人も多くて、でブラバスの6、あ、ロリンザーの63のマフラー初めてつけたんですけど、結構音も良くて、うんうんうん、はい、ちょっと朝移動させてもらいましたけど、うん、音もかなり迫力のサウンドになってるという、なかなか、はい、ちょっとこの後聞いてみましょうか。はい、はい、だから車検も対応で、でまあ金額もブラバスほどしないですし、はい、で、あのバルブも純正の使えるってなると結構おすすめかなと、はい、あとは結構最近そのマフラーってこう切りっぱなしとか、うんうん、ちょっととんがったデザインとか多いですけど、はい、このロリンザーのちょっとクラシックなデザイン、そう、もうだからパッと見純正っぽいといえば純正っぽいんですけど、ちゃんとあの上にロリンザーってロゴも、はい、入ってて、もうそれこそ昔こうこのロリンザーの出口に憧れてこう4本出しの S クラスとかめちゃくちゃ見ましたけど、そうですよね、もうマフラーとフェンダーは絶対やらんといかんですからね、はい、ちょっとそれを思い出すかのようなちょっとクラシックなデザイン、なかなか、だからね、本国マフラー、まあ、ゲレンデでも結構前期の人って片側1本ずつなんで、で本国マフラーに変える人多いんですけど、意外とロリンザー選択肢に入れてもいいかな、なるほど、 あっちは音変わらないじゃないですか、こっちの方がやっぱり迫力出るんで結構いいかな。じゃあコンプリートカーにしなくても、まあ、足元とホイールだけ、そう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 、でも全然いいかなと思います。マフラーだけなんていう選択肢も全然ありじゃないかな、はい、そうですね、はい、じゃあ、あとは結構この鍵穴なんかも黒くなって、ああ、この辺はもうあのなんかシルバーの謎のポッチが見えるんで、はい、そこはもうきっちり、ね、はいはい、ラッピングし て, そして、まあ、後ろも一応キャリパーもロゴ入れさせてもらって、はい、はい、そしてあと後ろですね、はい、背面タイヤが、この背面タイヤのインパクトがすごい、はいはい、もうコンプリートかやったら絶対ね、絶対やらねえけんです、これはこれが全部こう凹凸というかエンボスというか、エンボスみたいなね、こうへこましてる感じなんですよ、だからこれすごいな、このチョンが残って取れそうですけど、これちょっとたまたまメカニックの方が外してるの見たんですけど、うん、全部ファイバーで、はい、はい、そうです、しっかりこう全体、そうなんですよ、だからプラスチックとかじゃないという、そうですね、はい、結構これは、まあ、コンプリートカーやるんやったらもう絶対いるかなって、はい、後ろの、あ、やってんな感が、そう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 やっぱりロリンザーのゲレンデって言ったらこれは変えとかんとなって思いますし、でお客さんの家の駐車場事情的にこれ外そうかっていう話もあったんですけど、うん、やっぱりでも外すとなんかこうゲレンデってやっぱり背面タイヤある方がっぽいなっていう人も多いじゃないですか、あの駐車考えると絶対ない方がいいんですけど、でもやっぱりこれがあるとって、でもロリンザーやったらちゃんとここもあるし、はい、こんなのがついてると、そしてあとこっちもあとロリンザーの、はいはい、上も、リアスポイラー、ね、これもすごく形状が凝ってて、はい、こう2段になってるというか、そう、そうなんですよね、後ろ側がちょっと薄くなってる、はい、だからこうデザイン的にやっぱり最初土言ってたみたいにこう丸みを帯びたデザイン、うん、柔らかいです、はい、で横にはロリンザーのエンブレムが入って、まあ、エンブレムも全部ちょっとスモーク吹いて、はい、さすが老舗チューナーらしい、そうですね、はい、デザインですよ、なんかエンブレムめちゃめちゃ多いメーカーも最近ね、多いというか大きいメーカーと思う、やっぱサイズこれぐらいがついてるなぐらいがいいかな、やっぱりその辺は作り慣れてる感が、はい、そうですね、さすが老舗チューナーって感じからあるもんね、はい、もうロリンザーはね、もうでも背面タイヤとかもでかいそう、主張するところはこうパチッと主張して、ちゃんと、はい、主張しないところはもうちょっとだけ、ちょろっとだけで、あとこれリアに関してはバンパーは、うん、バンパーはねもうノーマルです、で、ここは絞取りペイントしてます、なるほど、この下のところですね、この下側ですね、絞取りペイントして、はい、で、まあ、ここグロスブラック塗って、あとここもグロスブラック塗って、なるほど、はい、黒くなってで、テールはスモークペイント、あ、こっちはスモークペイントです、スモークペイントです、なるほど、いやもうどうせ塗るしなと、こんな感じのリアになっております。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします、はい、
かバルブ閉まってるもん。こんな感じです。いや音良かったですね。ですね。もうでさっきは入れんかったんですけど、そのスポーツプラスとか入れるとあのパン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 言いますし、はい、なんかボリュームもなんかちょうどいいし、そうなんかうるさすぎないんですよね、うん、だからあの本国マフラーも結局あれ50何万するじゃないですか。だったらもう少し出してロリンザー入れてもうちょっと迫力楽しむのもいいかな。なるほど、はい、あとはちょっと最初に紹介するべきだったのかもしれないですけど、はい、なんとこれが1号車ということで、はい、日本1号車ですよね。日本1号車です、はい、350D は1台あるんですかね。1台か2台かロリンザーが。でも63は1号車です。なるほど。だからもともと某メーカーさんのエアロ行く予定だったんですけど、あのロリンザーさんから1号車あんでー言われた1号車あんでーって言われた。うちはネタすぎて一部の人はもう大爆笑だけど、あのほとんどの人がポカーンです。お母ちゃん1号車あんでーって言われてお客さんにロリンザー1号車あるらしいですよ、でも条件が雑誌の取材させてほしいっていうことでって言ったら、もう心よくじゃあ行きましょうっていうことで、じゃあちょっとそのデモカー的なそんな、はい、要素も含まれてるスペシャルな車ですね、はいはい、近々ちょこちょこ雑誌に出てくるかな。なるほど。じゃあぜひ雑誌の方もチェックしてみてください、はい、ぜひぜひ。というわけで今回はボンド大阪から G63 ロリンザーをご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。